いや、冬中どうもなきです。さて、今日もヘアスタイルをやっていくんですが、はい、もう大好きな、僕がもう愛してやまない、もう何度もやってますけど、はい、もうちょっとこれもね、近い髪型やったと思うんですけど、ちょっと説明したかったので、説明というか見たかったので、ちょっとやりたかったので、ちょっとやらせていただきます。キムタクですね、木村拓哉さん。もう僕が20年以上大好きな方で、もうずっと尊敬して、まあ僕はキムタクのドラマを見てこの仕事に就いた、原宿でも働いた、バイクも乗ったっていう、もうずっとあれを演じてきた人間です。はい。でまあね、この木村君の今最近、まあ、ちょっと前、ちょっと前からあれなんですけど、インスタの時の、まあ、最近短いんで、その時の髪型を見ていこうかなと思うんですけど、まあ単発、まあ、普通の単発なんですけども、2ブロックにはなってます。これは前髪長めの2ブロック、前髪の2ブロック、けど2ブロックなんだけども、これはあの多分で、耳後ろとかまでのこのバランス、ここだけ、ここだけもうバリカンで刈ってます。で、そこから後ろの部分っていうのは、ここよりもちょっと長めに刈り上げて繋がってるんで、後ろの上からかぶさっていく髪の毛と全部繋がってるってこと。横はここ刈り上げてる分、上からかぶさってきてるパターンになってるんですけど、後ろは繋がってるから、美容師さんに見える時には、横だけ刈り上げて、上からかぶせる。で、後ろは繋げるような形で。お願いしますっていう風にオーダーするといいかもしれないですね。うん、分かりやすいと思う。美容師さんも分かりやすいと思います。こめかみ、まあ、こめかみと鉢と耳後ろをつなげるラインだけ刈り上げる。まあ、これは、ハサミでもいいし、バリカンでもいいし、うん、まあ、6ミリとかで短く刈り上げちゃってもいいと思います、バッツリ。うん。で、横は後ろに甘めにつなげてもらって、上からかぶせる。で、ダウンをつけて前髪だけちょっと長めにする。うん、全体は、前髪だけ長いのがポイントです、これは。これ全体で今見て分かる通り、前髪、自体がちょっと長いじゃないですか。横のこの辺で全部短い、ここの段もつけて短いけども、前髪の部分だけ長めにするっていうところがね、あとはシンプルなショートなんで分かりやすいと思います、うん、シンプルなショートで、もう段もつけて、全体的に段をつけます。これも全体的に段つけてもらってください。で、結構多分量も減らしてると思います、君たちの場合。多分だけど、うん、僕ももう客観的なあれ、写真とかでしか見えないですけど、多分段もつけてると思います、完全に。うん。でね、このね、インスタの時にこの横の写真、これ、変えた、この写真見ると、これを見る限り、やっぱり、横の刈り上げはがっつりっていう、そう。で、後ろはちょっと濃いめになってるじゃないですか。なんで、横は完全に刈ってるんですよ。で、若干ですけど、
ほんの少しだよ。ほんの少し。まっすぐじゃなくて、ちょっと前下がり。で、こっちはこっちで、うん、そうだね。同じぐらいかな。そうだね。同じぐらい。少しここから、ちょっとだけ、ちょっとだけね。ちょっとだけ、後ろ下がりになって。だから、まっすぐじゃないってこと。うん。まっすぐなラインでやるんじゃなくて、耳上を中心に、少し、かぶさってきてる髪の毛から、ちょっと、前下がりで、こっちもちょっと後ろ下がり、まあ後ろ下がり気味っていうのは基本まあベースなんだけど、ここがこうフラットではなくてちょっと前下がってるかなと思う。なのでここの耳をちょっと短くするから、そこから少しそう、この時はこう前下がりになったところからのポイントからこうまっすぐ来て、まあ後ろ下がりになるっていうのが特徴っていうか、まあ普通というかベーシックとしては僕は考えるんですけど、そうじゃなくて耳上のところをちょっと短く、少し前下がり、少し後ろ下がりのバランスでちょっと取ってもらうと特に近くなるんじゃないかな。うん、やりすぎちゃダメですよ。やりすぎてもらっちゃダメなんで、その辺は美容師さんにちゃんと伝えてください。うん、美容師さんも分かりやすいと思う。うん、その方が多分。で、まあ、この写真、次の写真になると、まあ、これもまあ同じです。同じなんですけど、まあ、刈り上げの位置も同じだし、まあ、鉢植えの、さ、このトップのところなんですよ。このトップの部分。ここ見る限り、結構細々してるじゃないですか。細々っていうか、こう、隙間があるというか。なので、結構、多分、もともと多分、まあ、もともとの量も多いと思うんですけども、長い時と結構ボリューム、あるような感じに見えるので、結構な、さっきも言いましたけど、量は結構減らしてあげていいと思います。硬い人でもいいと思いますよ。うん。刈り上げが結構この時は細いですね。6ミリとかじゃない。この時はもう切り出しだったのかなかしんないですけど、横の部分は、ワンチャンも3ミリとか4ミリとか、がっつり短くしていいと思います。そう。で、気をつけなきゃいけないのは、この、何サイドの部分と、まず綺麗になじませてくださいっていう風に言ってもらって、このサイド例えば3ミリとか4ミリで、で後ろは甘めにこう刈り上げていくと、ここ短くなって、ここちょっと甘めに刈り上げると、こことここの差が出やすい人っているじゃないですか。そう、でもそこを綺麗にこう線とここの耳後ろのところ、ここの部分パックリ短い、こっちちょっと長め、なんかそれで左右で分かれちゃうっていう人がいるんですけど、ここのなじませをちゃんとハサミでちゃんと切ってもらわないと、きれいにならないので、ここなんかね、ここで刈り上げて、後ろに長くして、まあそういうスタイルもあるんですよ。そういうスタイルもあるんですけど、この切り方に関しては、横と後ろをちゃんとしっかりきれいになじませるぐらい、後ろは短く。で、ここの甘めのここのね、つながりの部分も、ハサミ、またはバリカンとかで、きれいにつなげる。まあ、今ね、みんなフェードとかもあって、なじませの技術も、みんなあると思う。みんなありますし、全然どの美容師さんに言っても別に全然できるってことだと思うので、その辺はちゃんとここ分かれないでちゃんとなじませるような感じで刈り上げ作ってくださいっていうふうに言うと、まあ、美容師さんもその分けて作らずにね、こうなじませて作ってくれるっていうのもあるので、その辺も含めて美容師さんと相談しながらやってみてください。バイバイ。